思い出のことを書こうかな。どれを調合しよう。材料何にしよう。材料何にしよう。これでいく使う材料。それじゃ仕上げに入るよ。できるかな。便利なスキルを使う。これでどうかな。何が起きるかな。便利なスキルを使うよ。これでどうかな。何も起きないな。使う材料の数を決めよう。
に使う材料、それじゃ仕上げに入るよ。便利なスキルを使うよ。これでどうかな。よし、やった、できた。ベルちゃん、頼まれてたものが完成したよ。本当に、見せて見せて。おお、すごい、いい出来じゃない。これなら課題もバッチリだよ。大ババ様も褒めてくれるかな。やっぱりアーシャに頼んでよかったよ。ありがとう。どういたしまして。でも、これって何に使う道具なの？もちろん魔法だよ。前にも説明したかもだけど、魔法使いは触媒から力を引き出したり、意志を持つ力と契約することで魔法を使うの。触媒は純粋な方が都合がいいんだ。アーシャが作ってくれたこれみたいにね。だから私たちも触媒を合成したりするんだけど、正直そういう細かいのは苦手なのよね。そうだったんだ。ちま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 薬混ぜたりしてたら肩が凝っちゃうし、そういうのって私、悪いやつを魔法でやっつけたり、世界を旅して困ってる人を助けたり、そういうのが普通の魔法使いってもんだと思うわけよ。そうかな。鼻の長いおばあさんが怪しい薬を作ってるのが。それってどっちかっていうと錬金術師じゃない？そうかもね。どっかで混ざっちゃったのかな。でも私だったら、それはあんたがおかしいの。とにかくこれで大ババ様をギャフンと、じゃなかった、早速持っていこうっと。あ、そうだ、今日は本当にありがとね。このお礼はそのうち体で返すからね。期待してるね。ベルちゃん、喜んでくれてよかったな。あら、アーシャ。メリエッタさんのお店に入っていっちゃった。綺麗なキラキラ探してる。ここにあるか？綺麗なキラキラ？なんだろう。キラキラだ。星みたいに綺麗でとろけるキラキラ。星みたいに綺麗。宝石のことですか？結構値段が張ると思いますが。お金ある、たくさんある、全部買う、大丈夫。うわ、こんなにたくさん。相当高価なものをお探しなんですね。これでキラキラ買えるか？すぐに調達するのは難しいかもしれませんが、お眼鏡にかなう品をご用意できると思い。メガネ違う、キラキラ。ああ、そうでした。納期
なんだそれ。納期っていうのは30日待つ。素敵なキラキラあなたに届ける。わかった。30日待つ。よろしく頼む。かわいいお客さんでしたね。かわいいけど対応はヒヤヒヤしたわよ。人間以外のお客、この町までホムンクルスが来るなんて珍しいわね。ま、お客が誰、代金も前払いでたっぷりもらったし、ご要望に見合ったものを用意しないと。でも、キラキラってだけでは難しそうですよね。そこが商売人の腕の見せ所。どうやら宝石を欲しがってるようだけど、ホムンクルスに物の…それは問題じゃないでしょ。っていうか、オーナー、見てたんなら助けてくださいよ。いや、僕はどうにも彼らが苦手でね。何を考えてるかわからない相手は、とにかく彼らの言うことを真面目に取り合う必要。どんな相手でもお客さんはお客さんです。誠意を持って対応するのが商売人の務めです。というわけでこの件は君に一任する。もちろんですよ、任せてください。久々に大きな仕事だわ。よし。アーシャ、気分はどうですか？いらっしゃい。お薬以外のものも調合するようになって、でも。これは錬金術ですかって聞かれるとは、独学というか自己流だもんね。私のやり方間違ってたらって考えると、誰か調合に詳しい人がいれば教えてもらえるんだけれど。そうだ、キースさん。うわ、教えてくれるわけない。やっぱり錬金術を知ってる人に。どうしよう。